このコードは Cm というコードになります。押さえ方は、まず人差し指で5弦から1弦までの3フレットを制覇します。制覇というのはまとめて押さえるという意味です。そして、4弦の5フレットを薬指、3弦の5フレットを小指、2弦の4フレットを中指で押さえます。この形で5弦から1弦までを鳴らします。このコードを Cm と言います。このコードは Cm7th と言います。押さえ方は先ほどの Cm のコードがあったと思うんですが、その押さえている小指を離します。この形で5弦から1弦までを鳴らします。詳しく押さえ方を解説したいと思います。まずはじめに人差し指で5弦から1弦までの3フレット、これを制覇します。そして4弦の5フレットを薬指、2弦の4フレットを中指で押さえます。この形で5弦から1弦までを鳴らします。これを Cm7th と言います。このコードは Cm7th フラット5th というコードになります。押さえ方は5弦の3フレットを人差し指、4弦の4フレットを薬指、3弦の3フレットを中指、2弦の4フレットを小指で押さえます。この形で5弦から2弦までを弾きます。これを Cm7th フラット5th と言います。